ここや、なんかあるよなってちょっと思っとって、谷屋の広場、何かいた、緑の狩人、マジで王から始まって1で終わる、痛い、はい、あっと危ない、怖い、なんとなくわかった、オッケー。おっ。うん。あかん。おっ。危ない。やり方わかった。よし。あった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 。はい。行ってー。じゃあ落ちる。死ぬ。あっ。闇や。闇や。いやー。いやー。いやーって感じやね、ほんまね。めんどくさいな、こいつ。変わらず。氷の杖ではなく普通の、杖がいい。あいつは普通の杖の方が戦いやすい。だから変えておく。よう、来るな、君。ああ、危ないな。もう、どこまで追ってくんねんてめえ。もう来なくていいっつね。焦るわ。いやーもうどこまで来んねん、てめえよ。あの、怖いよ、あれ。よし。あー、ちょっと待って、モグラ叩きじゃねえんだから、俺は。あー、危ない危ない。ん？なんだこれ。あー、アイテムか。おっ、危ない、どこ行ったっけ、あー危ない、どこ行ったっけな、ここや、思い出したと思ったの違うわ、あれ、ここや、危ねえ、邪魔やな。カエルが邪魔すぎて。緑のガレウド。ね。ここから始まって1、終わるやつかな。ああ、もう。よーし。あっためる、無理ー、これはもう近接ありきやろ、怖いのも。よいしょ。怖っ。怖っ。おっと、ナイス。よーい。よーい。よーい。なんだと？危ない。あー、ミスター。あ、ちょっと待って。あかん、もう、ユミヤでうち。ユミヤが、ユミヤの矢が、かゆいところに届いているわ、だいぶ。やばい。一気に見つかった。怖い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 。あ、もう、もう、混んでいって、まず怖いんやって。来んな、こっち。あ、もう、あと、ほら、こう、そうなる。
もうええねんって。こんでええねんって。こんでええねんって、ほんまによ。うぜえ。あいつらうぜえ、今日危ねえ。上行けない。あ、いけた。あ、危ない、もう、こう、こう、こう。はぁ。あかん、もう、また、モンクラ叩きの要領でやられるやろ。やばい、潔白のかけら欲しい。オッケー。いや、サイトからこっち行ったらいけるかもしれないかなと思うと、ちょっと厳しい。怖いよ！やーよ。よし、この上、この上。潔白のかけら使っといて。緑の狩人はもうね、決めてんねん。近接や。来た。おっと。OK。怖いからね。おっと、危ないよ。やらかした。おっ。危ない、ミスター。ちょっと待っ。ナイス。今の分あかん。いやーですよね。マジか。あぶな。あった、あった。いやいや、やらかした。オッケー、飲む。危ない。あっ、あった、また。あかん、見せた。激ハードだぜ。逆に勝ってやったぜ。逆に勝ってやったぜ、こんにゃろめ。エメラルドの羽。何その羽。気になるわ。だいぶ気になる羽やな。ここじゃないと思うんだ。これや、エメラルドの羽。レジェンダリー級の汎用系アーティファ。あー、なるほど。死亡地に維持する銀が、銀？あ、銀なんや。ソルトやから、しようかなと思って、銀なんや。なるほど。
どこかな？どこかなってなってる。あった！こいつや。死亡時に維持する銀で調合薬によるダメージか。こっちの方がいいんだよな、やっぱな。今、装備してるやつが最終的にいいっていう、こっちや。大丈夫？あ、栄翔のボール。めっちゃいいボールやん。気づかなんだ、今まで。どこで取ってた？いやー、何？ここどこ？あ、あった！球速！球速ある波！さて、国旗に、あ、名を持つ魔導士の痕跡を発見。あ、エリクス・グレイクラウドを倒せ。怖いな。今はいいかな。ちょっとこの先の探索行きましょうかね。あ、なんとなくわかった。書とかがあるんやろうなと思って。 OK、 ナイス。いいんじゃね、これは。開くやん、あれ。やらんでいいやん。合いかぶりの城。違う、こっち来れんのかい。どこなんですかね。落ちろ、落ちろ。いや、落ちても大丈夫よ。どこ行くん？え、どこ行くんこれ。あ、これなんかある。え、敵かい。あー怖い。あー怖い。どっかでやらんとな。オーケー。そういうことじゃないんですが。そういうことじゃないんですが。オーケー。あばよ。なんもないか。なんなんこ。あ、なんかある。オベリスク。もう巨神兵かな。何やろ、誰か知るんかな。うん、G から始まって血で終わる。金色の神の青年が知ってる。言ってる場合じゃね。見て。うん。結構きついぞ、これ。オッケー、ナイス。はあ、怖っ。いるんかい？寝転がってんのかい？ああ、床引いて気持ちいいなーとか思ってたんかな。ありそう。どこここ？え？あ、ハイカレ村！ここやばいところやな。それは感じたよ。感じたよ。敵かーい！ちょっと、それは聞いてない。危ない。なんやと？やりよる。
どこ行っとんねん。ここ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 、わちょっとこっち来て、こっち頼むから。あかんな。よーし、やばいよ。だいぶ戦い方が分かりなすぎや。あ、ここいけるやん。逃げてなかった。おお、ここもいけるんや。キーパタン。お、ハイマドウスキナイス。お、なんか武器来たような気がした。いや、来てないわ。いや、来てないわ。恥ずかしいやつや。これか、巡礼者の骨、骨壺。ああ、コモン。大切な仲間の灰が入った壺。巡礼は責務だが、その者の灰は故郷に返してやらねばならない。その者の意志が海に返してっていうの、海に返さなきゃいけない。それ以外は故郷にね、解散とね、そういう話しちゃうな。そういう話しちゃうな。ここはどこ？私は誰？いや、どっかわかった。あー、ちょっ無理。厳しくね？厳しくないですかね？あ、そう、そういうことか。今わかった。今わかったよ。うん、今わかった。こういうことね。と思ったら落ちたよな。大丈夫かよ、ほんま。感じた。あ、なんかおかしい。あれ？あれ？あれ？な？そ、な、あれ？いや、ボタンがなんかおかしい。ボタンがちょっと。よいしょ。おい！無理！さっきうまくいってたのによ。一度。ああ、ほら。なんかちょっと。な、なんでやねん。押してるんや。俺は押してるんや、ちゃんと。ちゃんと。こうやって、いけるように。ああ、でもなんとなくわかった。押す場所がわかった。それはわかった。ああ、あかん。下手くそ。うん。踏み込む、一歩前で押さなあかん。それは、知った。ほらな、今みたいにな、一歩手前で押さんと、乗られへん。言いたくそか。いや、けど、なんとなく分かってきだした。使い方が。うん。あっ！おっと、なんでやねん、そこ。落ち着いてやれば対処できるやろうに。ちょっと、テンパンだよな。あ、待ってました。そこ。よいしょ、やかー！言いたくそかーってね。よいしょ、そこ、よし。よーし、これだ。こぼったー。なんだこれ。は？あー、なんとなく分かったかも。あいつもあんじゃん、そこ。よいしょっと。お、造形の兜。お、投擲用なんとかって乗ってたね、今。武器来たぞ、武器でウキウキしちゃうよ。投擲用斧、権力的用だし。あー。なるほど。どうやって、筋力の人が、どうやって遠距離
攻撃できるかといったらこれぐらいしかなさそう。それは感じた。単純な作りの投石王のバランスの良い作りになっているが、使用するにはかなりの筋力の練習が必要になる。なるほど。ヴァンガード。なんや。ヴァンガードと聞くとなんか違うもの。違うさ。カード会社。思い出すんだよね。で、黒いグリーブ取ってたよね。そこら辺のものね。厚手のズボンと革靴の上に鉄の裾をかぶせたもの。関節が稼働するように作られてはいるが、装着は容易ではない。めっちゃ重いんやろな。なんか、トレーニングするやつあるやん。足につけて。それのような気がしなくもない。ああ、つかむな。やや骨が折れるが、指が動く分、まだマシとも言える。マシなんかい。軽装備、ちょっとこれ使えるようにしたいね。あれ、軽装備これ使えるやん、あれ。使えるようにしたいねって使えるやん。これクラスゼロやで。それクラスゼロやでって。ね、こっちは下側によく見合わせた。荒い作るに荒い。胴体、肩、腕を覆う。甲冑にシンクのサーコードがついている。地位のある選手はサーコードに一族の紋章を入れるのが常だが、得意の審問官は無論そのような立場にはない。やろうな。へぇー、誰んだ。誰んの鎧ね。誰の鎧じゃなくて、誰んの鎧。秒を打った黒い革鎧。のタバードの上に装着し、主にアルターストーンのダレンダンの一員が使用する。ダレンダンは贅沢な資金を活用して、違法行為を行う組織として知られている。だいぶ、うわーやな。で、こっちは視界と快適さを犠牲にする代わりに、防御性能を追求している。おう。内側には布と繊維が当てられており、やや窮屈なくらいにぴったりと頭が覆われる。頭重いなと思ったら、これやってんやろな。鍋型の兜つけてんやろな。おそらくな。防御力発揮すんの？そうしたと思ってくる。これいいわ。これにしとこう。一生これにしとこう。決まった。ような気がする。なんかあるんだよね。行ってみよう。ん？ん？ってなってる。なんかまたあるんやけど、これなんなん一体。なんだ？おお、ちょっと待て！卑怯にも程がある。グルーブロッサム。ありがとう。どこここ？ああ！よーし。俺の勝利。おお、危ない。落ちるやんけ。